はい、レオンチャンネルです。仮面ライダー01第30話新章スタートってことで、まるでもう一回第1話を見てるような気がしたし、アニメでたまにある分割2クールみたいな、12、3話やって、で半年ぐらい置いて、でその後みたいな感じで12、3話やるみたいな、そういう感じ、分割2期っぽい、ちょっと間が空いた感があったね。そのエイムズを不破さんが辞めてたりとか、もうヒデの社長としてアマツガイが君臨してたり、ヒューマギアの廃棄が始まったり、あとはもう人間だけの世界よみたいな、でエイムズも新兵器が出てきて、バトルレイダーか、これがねテレビくんに書いてあったんだけど、カブトガニモチーフのインベイディングホースシュークラブプログラズティで変身するっていうのはちょっとガーディアンっぽい、ジオさんが騒動で立体化しそうなやつが出てきたり、ジンがまさかのねアルトに協力する形でイズを拉致してきて、ゼロワンドライバーも持ってくるとか、本当に新展開尽くしって感じで、ただこれで4勢力にしっかり分かれたと、ヒューマギアの共存を目指すアルトと、人間滅亡を目指す人類滅亡か、人類滅亡でヒューマギアの世界を目指す滅びと、あとジンはね全てのヒューマギアをシンギュラリティに到達させたいっていう大きな目標があることが今回判明したので、なのでゼアとアークに依存しない、また新たな道筋と、で 1000% さんに関してはヒューマギアの全廃棄、人間によるもう一度人間だけの世界をみたいな、ただ物語的には 1000% さんはその先のもう一個真の目的があるっぽいので、それが何なのかってところですね。でも一応はジンの目的も人間とヒューマギアの解放が大前提で、人間との共存も含まれてるっぽいので、まさかのゼロワンとの共闘があるっぽい感じですよね。あとはちょっと物語からあぶれてしまった不破さんがどうなるかってところですね。そのまま亡きの AI がハマったままだし、頭の中に、でエイムズ辞めたはずなのに、ランページガトリングもエイムズショットライザーも持ってっちゃってますからね、それこそ横領だろみたいな風に思ったけど、でもなんか本当に新章、なんかここまで一回半年で区切ってがっつり新章開始っていう仮面ライダーもあんまりなかったので、とかあんまりとかなかったかな、ちゃんとね3ヶ月ごとに物語を区切るっていうのはこれまでもありましたけど、がっつり半年で一回物語を切って新章をスタートっていうのがなかったと思うので、なんか新鮮さを感じたな。ゴーバスターズとかが似たような感じでしたね。一回半年でボス倒して、でもう半年で新章スタートみたいなところがありましたけど、あのギャバンが出てきてね、で来週はジーペンが再登場して、ジーペンが夢を持つみたいな、要はこれからはシンギュラリティに到達するヒューマギアの話になってくるのかなって感じですね。よく考えられてるな。で今週のアイテム、あこれ先週だ、今週のアイテムはあれかな、バトルレイダーかな、バトルレイダーの詳細見たいんだけど、あ違う、ヒューマギアモジュールになってる、誰、イズか、あ違うお前かい、お前かい、腹筋崩壊だろ、来た、あのスピンオフでね今大活躍してますから、まさかのちょっとこれ、あちょイズじゃないじゃん、腹筋崩壊太郎プログラズキー、あれだ、あの公式サイトに載ってないやつだ、ちょっと腹筋崩壊ジローですとか言って出てきたね。であそうだ、あとなんかジオさんのブログが面白いのが更新されてますよってことで、これか、イズフィギュアか、マジ、あでもさあこれなんか可愛い、何ミニフィギュア、ちょっとでもさ、僕が求めてるのはアーツと並べられるアーツサイズ SH フィギュアーツイズなんですけど、その前になんかちょっと可愛いやつ来たね、やっぱないのかな SH フィギュアーツか、なんかさ魂ネーション東京とかだと展示され、女の子フィギュアが無地のね01の横に展示されてるから、これもしかしてそのうちイズのフィギュア SH フィギュアーツがあるのかなと思ってるけど、おーはい、アルトじゃないとでジオさん、ミミシェリーってあれじゃん、アイカツシリーズのミニフィギュアシリーズじゃん、秘書型ヒューマギアイズ、あしかも食玩だって、思わず抱きしめたくなるような可愛らしさをディフォルメに詰め込んだフィギュアシリーズです。
そうそうそう、確かね、もともとはアイカツフィギュアから始まったはずで、仮面ライダー、あ、そうだね、仮面ライダーキャラに初進出。まずは一つ目、伊豆の標準が王と、二つ目、アイアルトじゃないとの少し微笑みが王で、あー、こういう顔するよね、目見開き顔みたいな、最も愛らしい表情です。大きく口を開けたわけでもなく、ヒューマギアらしく最低限の開口で発音、発声か。伊豆はもはやヒューマギアでも人間でもなく、伊豆という新たな領域で紹介さ、そう感じさせずにはいられません。なるほど、これはプレ版限定か一般販売か。あーで、後ろから下から見るとこうなってるってわけね。でちゃんと秘伝の印字もあると。あ、そういえば伊豆のプログラズティも出てきたし、そろそろ最近お仕事データプログラズティめっちゃ本編で目立ってるから、そろそろあれはもうプレ版かな。やっぱサウンドも本編で鳴ってますしね。で首が可動と、どれくらいのサイズなんだろう。あ、頭部交換じゃなくて3種をセットでお届け。なる、お届けってことはあれか、プレ版限定か。全身丸ごと1から3の3セットをお届けで、腕は接着につき可動差し替え不可、頭部は差し替え可能です。ああ、なるほどね。頭部だけ変えてポーズ変更は OK と。プレミアムバンダイ限定って書いてある。ジェスチャーバージョン。ああ、なるほどね。序盤であったやつね。で、あ、本日、あ、本日午後9時半より。あ、もう予約始まってるじゃん。始まってるじゃん。ちょ、買おう。カートに入れる。あ、カートに入った。もう、プレ版のページに行くまでもなくカートに入っちゃった。とりあえずポチります。はい、レオンチャンネル、ミミシェリシリーズの秘書、イズをポチりました。まさかの突然の予約開始ですが、あれ、ホームページトップにも載ってないっすね。早すぎるぐらいかな。伊豆のぬいぐるみはあるけど。これは明日、じゃあ、リンク貼っておきます。じゃあ、明日ぐらいにお仕事ヒューマギアプログラズキー、お仕事データプログラズキーか、来るのかな。もうちゃちゃっと予約開始してほしいな。で、本編でもさ、ほんとあれだけジーンが目立ってるから、そもそもジーンは、ジーンのベルト、新しいベルトは、一般販売予定だったような気もしますよね。全高は85ミリ。おー、小さめだな。そうか。あなたはゴリラですか？仮面ライダー001の情報も来てますね。これもちょっと発売が遅れたとはいえ、5月の1週目には発売されますので、そういえば今年は特に中の人変更はなくて GO さんそのまま継続だそうで嬉しい。 GO さんのさ、写真すごいから。ちなみに先週の情報になりますけど、トリロバイトの立体化も双動化もあるって。絶対バトルレイダーも立体化してくれますよね。トリロバイトマギアいいな。これはあれか、無理してる枠的な感じで入るっていうところですよね。無理してる枠からの進化、それは手首乾燥化の、あ、そっか、無理してる枠って割とシンプルな造形でしたもんね。この辺はすでにレビューしましたが、メタルクラスターホッパーの騒動も全身メタリックでやばそうだな。これも全部見たやつですね。いや、でもね、今年の、まあ、僕タイムマジン作ってないんだけど、いや、タイムマジンから相当進化してますよ、ビッグ枠っていう風にコメント欄でもあったので、ブレイキングマンモスマジすごいっすよ。もうちょっとしたミニデラックス玩具的な感じですからね。ということで、01新章始まってかなり雰囲気いい感じですし、天津貝社長やっぱりあれくらいガッツリって期待する方がキャラとしてね、僕はいい気がする。変にナーナーだったから、お仕事バトルの時はなんかあのアルトとの2人の関係がちょっとなんか憎めないやつみたいな描写があったんだけど、やっぱね、元々はああいうキャラだよね。では各リンク下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルの今週の01の感想動画でした。